はい、皆さんどうも、奈良美奈乃香です。さあ、先日開催されたアークアール総選挙にてチョコちゃんが見事2位を獲得したことを記念し追加されたユニット、魔女っ子大魔法使いチョコ。こちらは魔女っ子大魔法使いガチャという1週間限定のガチャで初登場となったわけですけれども、もう初日の開催直後から回しましたよ。そして無事にお迎えしました。だって今回のチョコちゃん、あのアーク1、2のキャラデザ担当、国末隆一氏デザインの特別仕様ですよ。そりゃ回したくもなりますって。ただまあ4週連続で国末氏デザインキャラ実装、今後はエルク、アーク、そしてリーザちゃんが待っているということで、本音を言えばやっぱ全員欲しい。おそらくガチャにて実装ということで、ちょっと全員はきついかもなーと思いつつ、一応全員何回かはガチャっては見るつもりですが、もうですね、すでに1周目のチョコちゃんの段階で私の心臓かなり悲鳴を上げております。1週間おきはちょっときついっすね。まあそんなこんなで、せっかく魔女っ子チョコちゃんをお迎えできたんで、こっからは彼女チョコちゃんと遊んでいきましょう。こちらはガチャから出たばかりのレベル1チョコちゃん。覚醒状態でステータスはこのような感じです。まずは強化レベル上げをします。1個目。もう食べられないよ。上限レベル70のステータスがこちら。やっぱりアタッカーだけあって攻撃力かなり伸びましたね。あと移動の初期値が5っていうのもポイントが高そうな気がします。覚醒衣装の赤っぽい感じももちろん可愛いんですけど、星5のカラーリングの方が国末氏の元絵に近いし、リボンが黄色だったりとかでよりチョコちゃんっぽいってことで、今日は星5衣装で遊びたいと思います。ここからはいよいよチョコちゃんと遊んでいくわけですけれども、チョコちゃんの遊びといえばやっぱりガンガンバキバキ。同じくチョコちゃん総選挙2記念で期間限定開催されている特別イベント、チョコと遊ぼうでガンガンバキバキやっちゃいましょう。魔女っ子大魔法使いチョコちゃんの使用感の確認も兼ねて、イベント初級から順番に挑戦していきます。初級の遊び場は遺跡のエレベーター。遊び相手はハルトにミズハ、チョンガラとなってます。現在の装備はこんな感じ。魔女っ子チョコちゃんは魔術師タイプなんで、とりあえずマスターバンド持たせました。オートスキルも見ていきます。回避率アップのヒラヒラ、敵味方関係なく友達なのを付与しまくる友達いっぱい。アクティブスキルは攻撃力アップ効果もある範囲攻撃ヒラヒラ、条件次第でダメージが増加する範囲攻撃スーパーノバ。基本的に友達なのに連動するスキルばっかですね。まずはハルトたちに友達なのを付与してみましょうか。前に出る状態変化アイコンついて、ハルトの攻撃ひらひら発動してますね。おいミズハちゃん、ハルトはまだダメージ受けてないぞ。まあいつものことですね。誰から行こうかの。続いてチョンガラ、フルスイングってことは出たヘ文字、召喚される者同士ですね。そしてチョコちゃん反撃強。スポの面倒はどうするかの。2ターン目、ハルトとミズハには友達ナノーがついているのでスーパーノバ行きましょうか。友達ナノーが付与されているユニット2に落ちて攻撃力は上がるんですが、今回は 200×2 の 400% アップで550% の攻撃になるはずです。ひらり、かわいい。これがチョコの本当の力なの。ほ、本当にキラリーって感じですね。うわ、ダメージでかっ。私はまだやったことない。
初級ということもあって余裕の勝利でしたね。中級の遊び場はスメリアの平原、遊び相手はホムラ、スイレン、ライカの三日月三姉妹となっております。今回はキラキラを使ってみたいんですよ。ただ現在はチョコちゃんのソロパーティーで味方がいない状況なんで、マブダチナノーはつかず純粋に攻撃スキルとして使う感じですね。やるか、蹴散らすよ、切り抜けばチョコ負けない。さあチョコちゃんの番、行こう。キラキラ使います。攻撃範囲に全部入るハート型魔女っ子っぽい。さあ攻撃しますよ、行こう。チョコみんなが大好き。甘く見たか、力不足、力不足、チョコやめて容赦ないな。上級の遊び場はバンザの山の洞窟の奥、遊び相手は洞窟に住まうモンスターたち、そしてハルとミズハライカというストーリー上で同行する彼らとなっております。正直ライカちゃんとかあんまり育てきってないんですけども、まあ敵もそんなに強くないんで、いろいろ試すにはちょうどいいんじゃないかと思います。蹴散らすよ。まずはライカちゃん、とりあえずこいつ攻撃しときましょうか。ちょっとチョコちゃん以外なるべくスピード早めにしてます。先に仲間キャラたちの位置取りを、友達なのを付与しやすい感じでちょっと固めていきましょう。俺に任せて。さあハルト、ハルトがこいつにとどめを刺して、はい、チョコ負けない。チョコちゃんもうまさにな感じの位置ですね。友達なのを付与します。友達いっぱい、オートスキル付与されてますね。友達なのは付与することによってチョコちゃんが強くなるっていうのと、キラキラの効果が変わるんですよね。これくらい余裕だよ、僕に任せろっての。さあさあとりあえずしばらく普通に動きますよ。こんな感じの位置取りなんで、まあ、一旦ちょっとこっちにやりましょうか。はい、まあ、一応ダメージを与えておきましょうと。次はさあ次の相手は誰、さあどっから撃とうかな。でも友達なののねキラキラをやりたいんで、あんまり離したくないんですよね場所を。で攻撃しましたと。そしてハルト、前に出ろ。ハルトはそうですね、こいつ倒しておきましょう。相手にならない。倒しました。そしてチョコちゃん、チョコ負けない。さあどこだったらいいかな、行こう。もう一個この辺かな。ここであれば位置がちょうどいいですね。はい、今友達ナノが付与されてる状態だと、マブダチナノの付与が3人できますので、さあチョコみんなが大好き。はい、ということでキラキラで、ドラゴン倒して、そして今敵のターンですね。これくらい余裕だよ。ライカちゃんが結構ダメージを受けておりますね。ちょっと心配ではありますが、やられた。こうなるんだよ。そして今チョコちゃんが回避したのはキラキラの効果ですね。友達ナノが増えれば増えるほど回避率が上がるという。さあハルト、進め。マブダチナノが付与された状態でございます。攻撃力上がってる。石の残、そうですね、さっきより上がってるような気がする。チョコ負けない。そして今友達ナノンが2人状態なんで、スーパーノヴァを今放つとちょうどいい感じになりそうですね。さあハルトにもミズハにも同じ状態変化が入っております。さあスーパーノヴァいきます。これがチョコの本当の力なの。
余裕ですね。まあ、こいつのヒットポイント1500くらいなんで、かなりのオーバーキルですけどね。上級なんでここは。ヒラヒラの効果がまだ出ております。強いね、チョコちゃんのヒラヒラ。これやっぱ友達なのをうまく活かすことで、だいぶ戦い方の幅が広がりそうですね。これでも食らえ。下は頑張って2人にちょっと削ってもらうとして、上を倒したらチョコちゃんが下に降りてきましょうか。皆さん、ただのかすり傷。チョコ負けない。さあ軽く勝たせてもらいましょう。さよならなの。そうだね、さよならできちゃうね。うん、残すところはドラゴン1体なんですが、水葉ちゃん大丈夫かな。あ、持ちこたえております。私だって私を怒らせると怖いのよ。一回ちょっと天の裁きを食らわしときましょう。不浄なる者への天の裁きを。俺に任せた。この一撃にかける。倒せなくはないんですけど、やっぱ今回はチョコちゃんにね決めてほしいということで、チョコちゃんが降りてきました。キラキラ、あ、逆のハートになるんですね、向きが変わると。チョコ、みんなが大好き。おー、来た。おお。私がいるんだから。まあ、いやー、チョコちゃん強いですね。もうちょっといろいろ試したいかな。ほらほら、急がないと置いていきますよ。上級の遊び場は同じくバンザの山の洞窟の奥。遊び相手はノルちゃんとドラゴンちゃんこと赤の真珠にモンスターたち。そして今回は魔女子チョコちゃんのスーパーノバで大ダメージを出すべく、友達なのを付与しやすいであろうと思われるパーティーで来ました。まずリーザちゃん、ほとんどのモンスターがラビッシュ耐性持ちですが、手前のフレームソウルのみには耐性がなく、ラビッシュが効きそうな感じなんで、ラビッシュで味方を増やすことで友達も増やしやすくできるんじゃないかと思い連れてきました。ヒーラーのククルとイーガはやや耐久性になることを見越し、かつフレームソウルをうっかり反撃で倒してしまわない攻撃範囲のメンバーたち。そしてホモラ姉さんはラビッシュで仲間にした後のフレームソウルちゃんたちの護衛係として配置。それから本日の主役、魔女子大魔法使いチョコ、以上のメンバーで挑みます。潰されたやつから前に出てくる。まずはホムラ姉さん、これで決めてやる。応援か。後ほどフレームソウルを仲間にする予定なんですけれども、仲間にした後にガードできるようそれを見越した配置に置きます。目をつむっても止められる。負けないだから。続いて速さを上げてるリーザちゃんで、早速1体目の仲間を増やしましょう。ロットラビッシュ。はい、仲間1体目。チョコ負けない。続いてチョコちゃん、今回は赤の真珠とラビッシュが効く仲間以外はもう速攻を倒していく予定なんで、早速2体倒してしまいましょう。キラキラ。チョコ、みんなが大好き。いろいろ詰まってて素晴らしいですね、演出が。ノルにかかればすぐに勝負がつくよ。はい、ということでノルちゃんの攻撃が来ましたが、ホムラ姉さんのオートスキルが発動したおかげでフレームソウルがギリギリ生き残りました。姉さん仕事してます。じゃない、こちらから行くぞ。さあ、イーガ、イーガは、とりあえず前に進めていきましょう。裁かれたいのは誰。ククルも前に進めちゃいましょう。はい、フレームソウル回復と、前に出て、で、ホムラ姉さんを前に進めたいなというところですね。まあ、ちょっと様子見てフレームソウルをガードする位置。はい、リーザちゃんはひたすらロットラビッシュ用の MP を貯める感じで回復しつつ MP を貯めます。チョコちゃんはノルちゃんを攻撃、一撃。早めにねやっとかないとフレームソウル守れないんでね。さあ、赤の真珠が何かやらかしてくるようです。はい、このイベントバトルの途中で会話が入るってのも珍しい景色ですよね。オートで回すときはちょっとめんどくさかったりするんですけど、あのストーリーを楽しむって意味では私は割と好きです。へっちゃらなの。泣き言は言えないわ。こち
ちらから行くぞ。そしてヒラジンを前に進め、裁かれたいのは誰？幽霊を倒してしまいましょう。女を怒らせると怖いのよ。混沌なるものに裁きの光よ。さすがね、ククルは強い。そして新たな敵が現れました。このフィールドで友達いっぱい作戦をしようと思ったのも、この新たな敵が増えていくからなんですよね。おかげでリーザのラビッシュで延々と仲間が増やせるというね。まあ、ちょっと何体まで増やせるかをやってみないとわかんないんですけれども、できたらそうだな、 8×8 で16人友達ができる感じの配置は欲しいな。あ、仲間が2人目増えましたね。さあでもこの位置だとホムラ姉さんの庇護に入っていないんで、早くホムラ姉さんの元に走らせてあげたいですね、この子を。そしてフレームソウルはなるべくちょっと守られる位置に配置と。こちらから行くぞ。イーガは、少し敵の数減らしておきましょう。あまり残しておきすぎるとこっちがダメージいっぱい受けちゃうんでね。こいつも倒していいかな。いや、倒さないでおこう。さあさあ、フレームソウルはそんなに攻撃も強くないんで、多少なら残しておいてもそこまで困らないというかね。潰されたやつから前に出て。ホムラ姉さん下手に動かすとフレームソウルが防御力アップ効果が減ってしまうんで、ほどほどに動かしつついきましょう。さあリーザちゃん前に進めて、チョコ負けない。チョコちゃんはその辺に遊ばせとこう。さあフレームソウル、フレームソウルはここの位置がいいかな。よし、これでホムラ姉さんにだいぶ近づいたぞと。こちらから行くぞ。まあ、こんな感じで仲間を増やしつつ、友達なのを付与しやすい陣形に作り変えていければなと思います。さあ37ターン目、ようやく友達なのを陣形に納得がいった感じのができました。試したところ、ラビッシュで仲間にできるモンスターってのは1回の戦闘で5体までのようなんですね。5体仲間にした後でやってみたところ、全部ラビッシュが、3回かな4回かな連続で失敗したんで、おそらく5体までだろうということで、あとは仲間にしなくても友達の脳人権にできそうな、ここがもうマックスかなってところで止めてみました。さあ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 、こんな感じで負けないんだから。あとはチョコちゃんの動きにかかっているということですが、あ、ダメだ、前に向けたら前に向けたりやばいんだ。陣形崩れちゃう。この角度とかも絶妙な配置なんですよ。さあ友達なのが5人増えるよ。はい、5人増よう。この程度。うい。それから。こちらから行くぞ。はい、じゃあしばらくですね、チョコちゃんのターンまでは、もう行動終了、行動終了、フレームソウルたちも繰り返していきますよ。多いなー。さあもうこの辺りの攻撃してくるやつももう友達なのを付与されてますから、あとは倒さないように動いていけば OK ってことですね。次のスーパーノヴァまでにってことで。そうそう、リーザちゃんね、これが正面とか横とか向いてると反撃で倒しちゃうからね、攻撃範囲の都合上。大した傷じゃない。さあさあ、潰されたもう待機待機でいきますよ。負けないんだから。行動終了。そしてチョコちゃん、チョコ負けない、来ました。チョコちゃんが来ましたので、次の友達の脳人権ちょっと移動力をアップしてる状態です。これでさらに7人友達なのが増えました。7たす5で今12人友達状態ですね。こちらから行くぞ。さて、いいが、ちょっと敵減らしたい気もするな。倒しちゃうか。あー、ダメだダメだ、あかんあかんあかん。これで倒すとですね、友達なのが減ってしまう。うっかり今までの苦労がパーになるとこだった。危ない。泣き言は言えないわ。さあフレームソウルたちの順番が終わったら、はい、ちょっと待ちましょう。まあこの辺でやられはしないんでね、のんびり待ちます。うん、
ホムラ姉さんがちゃんと防御力アップしてますから、この辺りのフレームソウルちゃんたちも。少し効いたわ。まもなく次のターンですよ。この程度潰されたやつ。ホムラ姉さんは行動終了、リザちゃんも行動終了。ちょっと負けない。いよいよチョコちゃんのターンですね。それでは早速友達ナノンが 1,2,3,4,5,6,7,8 のあとが、9,10,11,12 ですね。友達ナノン12人状態でスーパーノヴァを放ちたいと思います。さあ、12×200 で2400%プラスになるのか、それともなんか上限がかかるのか。これがチョコの本当の力なの。ちょっと待って、変な声出ちゃったけど、14万って何あれ。14、チョコちゃんすごい。はい、赤の神獣を倒すことがこのステージのクリア条件ということで、倒すことでステージもクリアとなりましたけれども、いやもうチョコちゃん魔女子チョコちゃん、すごいですね。バフとかなしでここまで破壊力がすごい子って、うちクロイツとかいないんで、私のワーク史上初めてかもしれない。いやーすごいな、やばいな。ということでそろそろお別れとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。